今回はオイスターソースの使い方を紹介いたします。オイスターソースは牡蠣油とも言われ、牡蠣の水分を飛ばし長期保存を目的に作られたもの。牡蠣の旨味成分を濃縮したものに砂糖や油などを合わせて濃厚にしたソースで、炒め物はもちろんそのまま漬けだれとして使うことができます。しかし商品によって味に違いがあり、混ぜ物も多く使い物にならないものが多くあります。そこでおすすめのオイスターソースと効果的な使い方を紹介していきます。簡単にゆで野菜にそのままかける方法と、オイスターソースを使った万能の合わせ調味料を紹介します。それでは作っていきましょう。おすすめのオイスターソースはこのリキンキの商品で、はっきり言うとこの商品以外は使えないものばかりです。家庭などで使うなら少しデザインが違いますが、小さいサイズのものも売られています。真ん中に特級牡蠣油と書いてあって、本物のオイスターソースとして使えます。値段は高いですが、味が濃厚でしっかりとしたとろみがあり、そのまま漬けだれとして野菜にかけるだけでも高級感のある料理にすることができます。なのでこれ以外のオイスターソースは使えないものだと思ってもらっていいくらいです。まずは万能合わせ調味料を作ります。オイスターソース大さじ2、醤油大さじ2、日本酒大さじ2、砂糖小さじ2、水大さじ4、胡椒少々、ごま油大さじ2から4を入れます。今回は肉野菜炒めに使うので、水分が多いので水溶き片栗粉を小さじ2から4入れておきます。中華丼ならこの分量で1人前は作れます。この場合は水溶き片栗粉を大さじ2くらい入れるといいです。他にもチンジャオロースやあんかけ焼きそば、炒め焼きそばにも使えます。材料を炒めてこの合わせ調味料を入れるだけで作れるので、覚えておくと便利ですよ。あとはしっかりと混ぜ合わせておきます。調理を簡単にするためにごま油と水溶き片栗粉も入れていますが、できるなら調理の最後に入れるのがいいです。今回はゆで野菜として旬のオクラを使いました。他にもブロッコリーやチンゲン菜、小松菜などの青野菜がおすすめです。オクラはよく洗い、ヘタの部分を剥いて準備しておきます。沸騰したお湯に塩を少量入れ、オクラを茹でます。だいたい1分半から2分を目安に茹でていきます。茹だったらザルにあげ粗熱を取ります。食べやすいように縦に半分にカットして皿に盛り付けます。あとはそのままオイスターソースにかけるだけです。かけすぎるとしょっぱいので別皿にしてつけて食べるのもいいです。これだけで茹でただけの野菜でも上品で高級感のある美味しい料理になります。茹でたキャベツや白菜なんかも美味しくなります。次は肉野菜炒めを作ります。材料は豚バラスライス 120g、 キャベツ 100g、 もやし 1/2 袋、人参 10g、 ニラ 1/4 束を用意しました。鍋をあらかじめ油慣らしをしておき、しっかりと油を切ります。今回は材料を炒めて仕上げに合わせ調味料を入れるだけなので、家庭のフライパンやガス台でも問題なく作れます。鍋にバラ肉を入れ炒めます。豚肉はお好みで肩ロースやもも肉などを使ってもいいですよ。豚肉を箸などを使い、鍋に広げるようにして焼きながら炒めていきます。赤いところがだいたい見えなくなるくらいまで炒めます。
このくらいに肉が白くなるまで炒めたら生姜を小さじ1入れます。次にもやしと人参とキャベツを入れ炒めます。肉から出た油を野菜に絡めるようにして炒めていきます。キャベツが少ししんなりしてきたらニラを入れて炒めます。ニラは焦げやすいので数秒だけ炒めます。そうしたら合わせ調味料を入れます。ここからはできるだけ強火にして水分を蒸発させながら材料に染み込ませていきます。あとはしっかりと混ぜ合わせていけば完成です。水溶き片栗粉とごま油を仕上げに入れる場合はここで入れます。皿に盛り付けます。このように材料を炒めて最後にタレと絡めるだけなので簡単に作れると思います。オイスターソースがベースの味付けなので普通の肉野菜よりも上品な味わいに仕上がります。今回はオイスターソースの使い方として、ゆでオクラのオイスターソースかけと肉野菜炒めの作り方を紹介しました。今までの別のオイスターソースを使っていたなら、ぜひ今回紹介した商品を使って試してみてはいかがでしょうか。違いに驚きを感じると思いますよ。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介します。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。それではまた次回よろしくお願いします。